サイバー攻撃から情報資産を守るサイバーセキュリティ基本法。おはようございます、マサルです。今回はサイバーセキュリティ基本法について一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。 IT パスポート令和3年問32、 A から C のうちサイバーセキュリティ基本法に規定されているものだけを全て挙げたものはどれか。 A、 サイバーセキュリティに関して国や地方公共団体が果たすべき責務。 B、 サイバーセキュリティに関して国民が努力すべきこと。 C、 サイバーセキュリティに関する施策の推進についての基本理念。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は E、 すべてサイバーセキュリティ基本法に規定されています。それでは解説をしていきます。サイバーセキュリティ基本法はサイバー攻撃から国を守るための基本理念及び国及び地方公共団体の責務を定めた法律です。サイバーセキュリティのサイバーという言葉はインターネット上のという意味です。つまりインターネットを安全に利用するための法律と考えることができます。そしてこの法律の対象者は国全体です。国全体とは国民だけではなくて公共団体や企業などの組織も含まれるということです。ではサイバーセキュリティ基本法はどのような法律なのか概要を見ていきましょう。サイバーセキュリティ基本法は基本理念、各団体の責務、国民の努力義務、サイバーセキュリティ戦略、基本的施策、サイバーセキュリティ本部の設置、この項目で構成されています。まずは基本理念。基本理念はいろいろ難しい言葉で説明されているのですが、簡単な言葉でまとめると、インターネットを利用して経済社会の活力を向上させて国民が安全で安心して暮らせる社会を実現していくための法律です、というような内容が記載されています。次に各団体の責務と国民の努力義務について見ていきましょう。各団体にとってサイバーセキュリティ基本法は責務であり、国民にとっては努力義務というのがポイントですね。国、地方公共団体、重要社会基盤事業者、教育研究機関などの各団体はサイバーセキュリティ基本法を責務として守りましょう。国民はサイバーセキュリティ基本法を守れるように努力してください、というような違いがあります。ここまでの内容で先ほどの問題を解くことができます。もう一度問題を見直しましょう。 A から C のうちサイバーセキュリティ基本法に規定されているものだけを全て挙げたものはどれか。 A がサイバーセキュリティに関して国や地方公共団体が果たすべき責務。 B がサイバーセキュリティに関して国民が努力すべきこと。 C がサイバーセキュリティに関する施策の推進についての基本理念。 A、B、C 全てがサイバーセキュリティ基本法において規定されています。ではサイバーセキュリティ基本法に関する別の問題も見ておきましょう。 IT パスポート令和2年秋問25、サイバーセキュリティ基本法はサイバーセキュリティに関する施策に関し基本理念を定め、国や地方公共団体の責務などを定めた法律である。記述 A から D のうちこの法律が国の基本的施策として定めているものだけを全て挙げたものはどれか。 A、 国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保。B、 サイバーセキュリティ関連産業の振興及び国際競争力の強化。 C、 サイバーセキュリティ関連犯罪の取り締まり及び被害の拡大の防止。 B、 サイバーセキュリティに係る人材の確保。どの記述が基本的施策として定められているでしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 全て国の基本的施策として定められています。今見ていただいた問題はサイバーセキュリティ基本法の基本的施策について問われている問題でした。基本的施策にはこのような内容が記載されています。すべてを暗記する必要はありません。私が今から読み上げるので、基本的施策ってこんな内容が書いているんだなとうっすら覚えてもらえれば十分です。では読み上げていきます。サイバーセキュリティ基本法の基本的施策、国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進、民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取り組みの促進、多様な主体の連携等、犯罪の取り締まり及び被害の拡大の防止、
我が国の安全に重大な影響を及ぼす恐れのある事象への対応、産業の振興及び国際競争力の強化、研究開発の推進等、人材の確保等、教育及び学習の更新、普及啓発等、国際協力の推進等。一度読み上げるとどんな内容が書いているのかざっくりイメージできるようになりますよね。ではもう一度先ほどの問題を見てみましょう。各規律の中で基本的施策に当てはまるものはどれかという問題でした。 A 国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保、 B サイバーセキュリティ関連産業の振興及び国際競争力の強化、 C サイバーセキュリティ関連犯罪の取り締まり及び被害の拡大の防止、 D サイバーセキュリティに係る人材の確保。すべての記述が基本的施策に当てはまります。今回のような問題はすべて暗記する必要はありません。 IT パスポートは選択肢の中で明らかな間違い選択肢を入れてくることが多いので、もし間違い選択肢があった場合に気がつくことができるはずです。まずはざっくりサイバーセキュリティ基本法はこういう法律なんだなとイメージできるようにしておきましょう。では最後にちょっとしたエピソードをお話しさせていただきます。いくつかの団体が国家別にサイバーセキュリティのランキングを公表しています。今回は国際電気通信連合 ITU のレポートを参考にして日本がランキング何位になっているのか見てみましょう。まずトップ5までのランキングです。1位はアメリカ、同率2位でイギリスとサウジアラビアになっています。サウジアラビアってサイバーセキュリティ強いんですね。私知らなかったです。3位はヨーロッパの国エストニアです。エストニアは IT 立国として知られています。例えばエストニアはどの国よりも早くブロックチェーンの技術に注目して2008年に世界で初めて国家レベルでブロックチェーンの運用を試みました。4位は韓国、シンガポール、スペイン、5位はロシア、UAE、マレーシアとなっています。5位までに日本入りませんでしたね。では日本は何位なんでしょうか。日本は第7位でした。皆さんは7位と聞いてどう感じますか。このようなランキングはどうしても日本が何位になっているのかが気になってしまいますが、上位の国がどのような国なのか、どうしてそれらの国々がサイバーセキュリティを高めることができているのかを知っていくことが私は大切だと思います。また今回紹介したランキング以外にも様々なランキングがあります。ランキングによって集計方法が異なるので、このようなランキングは一つの参考にする程度にしておきましょう。それでは最後に復習していきます。 IT パスポート令和3年問32、 A から C のうちサイバーセキュリティ基本法に規定されているものだけを全て挙げたものはどれか。 A サイバーセキュリティに関して国や地方公共団体が果たすべき責務、 B サイバーセキュリティに関して国民が努力すべきこと、 C サイバーセキュリティに関する施策の推進についての基本理念。これら全てはサイバーセキュリティ基本法で規定されています。次の問題、IT パスポート令和2年秋問い25、サイバーセキュリティ基本法が国の基本的施策として定めているものだけを全て挙げたものはどれか。 A 国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保、 B サイバーセキュリティ関連産業の振興及び国際競争力の強化、 C サイバーセキュリティ関連犯罪の取り締まり及び被害の拡大の防止、 D サイバーセキュリティに係る人材の確保。全ての規律が基本的施策として定められています。すべてを覚える必要はありませんが、どんな内容なのかをイメージできるようにしておきましょう。それでは今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。現在の段階では2024年の1月8日に達成できる見込みです。ギリギリ年内では達成できないペースになっているので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。